おはようございます。福岡県で天王の産直農家をやっております竹下博次と言います。教育の講演活動や企業内の講演活動なども行っております。今朝のメッセージはですね、逆張りの決断、逆張り。いちご農家がこのクリスマス前の出荷の一番忙しい時期に今当たるんですね。今はハウスの中ですけど、で私の最近の行動っていうのは Facebook でも書いてますけども、いろんな人に会ったり、まあ現場から離れた場所に出るようにしています。なぜと、私の仕事はいちご農家っていう看板ですけれども、会社の中では広告塔であり、そして、たくさんの方々のご縁をつなぐこと、うちのスタッフが一生懸命今現場の品質を保ってますので、そのいちご価値を認めてくださる方に出会って、その方々にお伝えすること。でうちの事業というのはただいちごを販売するだけではなく、このいちごの事業を通じて地方の、農家のやものづくりのこのメイドインジャパンの誇りを世界に伝える、地域活性の見通しを作る、そんな大義に向かってうちは感動を生み出すいちご農家っていうことで毎朝朝礼を繰り返しながらセットアップしています。それをたくさんの方々に伝えること、これが私の仕事なんですね。だからものづくりの現場は本当に30代十数年必死になってやってきまして、まあ今もやってますけど、今はその自分ができるようになった技術をスタッフに伝え、スタッフがマネージャーをやっております。そして私はさっき言った大義をですね、自分の使命をたくさんの方々に伝えて、うちの販売を支援してもらってるわけですね。で、冒頭に言いました逆張りの決断、これはですね、昨日の夜中1時2時にですね、その決断することがあったんですけども、12月22、23、ここにですね、こういったパーティーがあるから竹下さんぜひおいでと、最も出荷の大変な時でもあるし、おそらくスタッフもそこは必死になってやってるところだなという時間帯でもあり、そこにそのパーティーが被るんですね。でもここは行きますと返事をしました。何のために、何のためにっていうところをこう逆算して考えたんですよね。もちろん作業はしなきゃいけないし、そこに人も当てなきゃいけないんですけども、自分がそこの作業をするのではなくて、あ、行かなきゃいけないって思いました。自分のミッションを伝えに行かなきゃいけないと思いました。そういった、そこしかないですね、パーティーは。もちろんクリスマスのこの発想も対応もそこしかないんですけども、そこはなんとかやりくりして事前に対応してですね、そこの人に会うっていうところを取りに行きます。絶対いちご農家がこの時期にそこの時間にその場所にはいないだろうと。先週のですね、東京の雅叙園の著者パーティーでもそうですけども、絶対この時期に福岡のいちご農家がそこにはおらんだろうっていうところに、うーっと思いましたけど、あえて行きました。先日の鹿児島もそうです。その絶対せんだろうって思うところにあえて飛び込むことによって道が切り開かれてきた人生ではあるんですね。日本プロスピーカー協会のプロスピーカーの認定試験、一次試験もですね、実は43歳の時の2016年の12月22だったんですよ。12月22、23、2日間朝から晩まで、丸々2日間クリスマスの一番忙しい時に私はプロスピーカー一次試験を受けておりました。ほぼ徹夜です。夜中伝票を作り、お客さん対応、メール対応し、で日中は試験を受けてました。だから今があります。業界の常識、できない理由こそやる理由、これを今まで人に伝え自分もやってきました。また試練が来ました。道を開きます。また明日の話です。明日、明後日、私は家を開けます。だから、今日は明日でですね、もう徹夜の覚悟で仕上げて、明日、そして明後日のその会に
道を切り開きに行ってまいります。という今日は逆張りの、そこの買いに行くことがどうのこうのじゃなくて、今まで絶対自分がしなかった、もしくは業界ではそれは非常識、できない、おかしいって言われることほどやる価値があるという逆張りの決断というメッセージでした。ぜひ今までになかった自分の行動を取ってみてください。人生変わります。まあ本当笑いが出るぐらいアホな決断してるなって自分でも思うんですが、そこに行くと本当に変わります。全然世界が見える世界が変わります。ただ行くんじゃなくて、そこで自分のミッション、なぜその行動を取ったのか、なぜ今自分がこのエリアで仕事をしているのか、どんな思いでどこを見て仕事をしているのか、生きているのか、自分の使命、命の使い方をきちんと伝える伝達力ですね、これは必要です。黙ってそこでお客さんで座ってたんじゃ全く意味がありません。そこで自分の使命を伝えることによって道が切り開かれていく。伝達力は人生を切り開きます。そしてできない理由こそやる理由、今日はその決意表明でもあるメッセージでした。以上です。